弱虫ペダル、弱虫ペダル、弱虫ペダルは、渡辺渡による日本の少年漫画作品。通称、弱ペダ。秋田書店の、週刊少年チャンピオンに2008年第12号から、連載中。同社の少年チャンピオンコミックスレーベルによる、単行本が2018年10月5日、現在58巻まで刊行されており、2018年5月時点での、 累計発行部数は1700万部を超えている。自転車競技を題材にした本格的なスポーツ漫画。タイトルは作者の渡辺渡るが自転車に乗る際、軽いギアで回転数を上げてくるくる回す乗り方を勝手に弱虫ペダルと名付けていたものを採用した。登場人物のうちの3年生、作中で1年目の時点を主人公とした 弱虫ペダルスペアバイクが週刊少年チャンピオンの2012年38号から2013年6号まで連載された後別冊少年チャンピオン同社館に移籍して2014年9月号から連載中2012年からは舞台が上演されており2013年10月からはテレビアニメ化され2015年8月28日には 劇場版アニメが公開されたほか、2016年8月26日から、同年10月7日までは、テレビドラマが放送さるなど、様々なメディアミックス展開が行われている。2015年、第39回講談社漫画賞、少年部門受賞、週刊少年チャンピオン連載の作品が同賞を受賞するのは、第1回、1977年に受賞した。 ブラックジャック以来39年ぶりとなる。千葉県立総北高等学校の新入生、小野田坂道は、アニメやゲーム、漫画や秋葉原を愛するオタク少年。中学時代に、オタクの友達ができなかった。彼は、高校こそは友達を作るためアニメ、漫画研究部入ろうとするが、部員数減少のため活動休止中であると知り、活動再開に必要な部員数を集めようと、 思い立つものの、部員は集まらなかった。そんな時坂道は、同級生の今泉俊介から自転車レースを挑まれる。中学時代に自転車競技で活躍していた今泉に、とって、学校裏のシャドセ20%以上の激坂を、ママチャリで、しかも歌いながら途半する坂道は、信じがたい光景であった。坂道が勝てば、兄剣部に入っても良いと今泉に言われ。 勝負を受けた坂道だが、あと一歩のところで赤敗する。それから数日後、坂道は、関西から引っ越してきたばかりの少年、鳴子秋シと友人になる。鳴子は、中学時代に自転車競技で活躍しており、ひょんなことから、坂道はその実力を知ることになる。二人との出会いで、今までに経験したことの、なかった、自転車で速く走る楽しみを見出した坂道は、 兄剣部の部員集めを諦め、自転車競技部に入部する。小学生の時から自転車で、秋葉原に通い続けていた坂道は、知らず知らずのうちに上り坂に強いクライマーとしての基礎能力が鍛えられており、その資質を見出されたことから、先輩部員で、クライマーの牧島雄介の指導を受けることになり、才能を開花させていく。神奈川県足柄下郡箱根町にある高校で、 ロードレースの名門校になっている。全員がエースを自負し、箱根特有の坂道を生かした脚力で他を圧倒する。通称、箱学、京都府京都市伏見区にある高校。通称、京、伏広島県呉市にある高校。原作通りに自転車のレースシーンが演じられるが、自転車そのものは、舞台上では使用されず、スクリーンなどの映像も使用されない。 演者はハンドルのみを握って舞台上に登場。中腰の姿勢やその場での足踏みによって疾走感を表現している。なお、主人公のママチャリはカゴ付きのハンドルとなっている。また、五作目の野獣覚醒での箱根学園の高北声優がバイクに乗るという演出はメーター部分とライトが付いたオートバイのハンドルが使用された。この独自の手法を演出の西田シャトナーは、 パズルライドシステムと呼んでいる。過去の公演は、D アニメストアなどでのネット配信も行われている。毎公演チケットが即完売になってしまうため、5作目、6作目は、第一アキラ公演が、全国各地の映画館で、ライブビューイング上映されている。その際には上映終了後に、ライブビューイング限定映像が放映された。 週刊少年チャンピオン2013年4プラス5号で公式発表。2013年10月から2014年6月まで、テレビ、東京他にて、第1期が放送され、2014年10月より2015年3月まで、第2期、弱虫ペダルグランドロード、弱虫ペダルグランドロードが放送された。また、テレビアニメ第1期に、新規カットを加え再編集した。 弱虫ペダルで、ライド、弱虫ペダルリライドが2014年9月1日より2週間の期間限定で劇場公開され、さらに、テレビアニメ第2期に新規カットを加え再編集した弱虫ペダルで、ロード、弱虫ペダルリロードが2015年6月12日より2週間の期間限定劇場公開された。2015年10月6日に行われた。 劇場版弱虫ペダルの舞台挨拶では、第3期の放送が決定したことが発表された。2016年9月9日から2週間限定で、弱虫ペダルスペアバイク、弱虫ペダルスペアバイクが劇場上映され、2017年1月から6月まで、第3期、弱虫ペダルニュージェネレーション、弱虫ペダルニュージェネレーションが放送された。なおストーリーの流れはほぼ原作通り、 2018年1月から6月まで、テレビアニメ第4期、弱虫ペダルグローリーライン、弱虫ペダルグローリーラインが放送された。それに先立ち2017年10月には、第3期の総集編となる劇場版、弱虫ペダル RE、ジェネレーションが公開された。表中の放送日については、テレビ東京での放送日に従う。 2013年8月8日にテレビアニメに、先駆けコミックス第29巻、オディツ期限定版が発売された。劇場版弱虫ペダル、劇場版弱虫ペダルのタイトルで、2015年8月28日に、劇場版アニメが公開された。渡辺渡るかきおろしによるストーリーで、熊本美の国山並レースでの総北高校と、箱根学園とのライバル戦に、 京都伏見高校や、呉南工業高校などの他校が絡み、激戦を繰り広げる。同年5月28日には、宮野守が劇場版に初登場となる、オリジナルキャラである熊本第一の吉本、進む役として出演することが発表され、7月17日には、ゲスト声優として、原作のファンでもあるテレビ、東京家のエリアナウンサーが、 在京局のアナウンサー役で出演することが発表され、同年7月31日には劇場版の舞台である熊本県のマスコットキャラクター、熊ンがゲスト出演することが発表され。また、同年4月18日から9月末まで、テレビシリーズで沿線にあるサイクルスポーツセンターが舞台となった縁で、伊豆箱根鉄道スンズ線にてラッピング電車、 3000系が運行された。同年8月5日から公開3日後の8月31日まで、大手牛丼チェーン店であるスキアにて、タイアップイベント、ツールドスキアを実施し、期間中スキアの店内に、劇場版弱虫ペダルの、ポスターテーブルシールをあつらえ、あつらえ、総北高校自転車競技部のメンバーおすすめメニューの他、投票企画を実施し、 投票者全員に待ち受け画像の無償ダウンロードが可能となるほか、同年8月11日には、日刊スポーツの号外、弱虫ペダル新聞が発売されることと、公開10日前にあたる同年8月18日から、大手コンビニチェーンであるローソンで、菓子パンやスナック菓子などオリジナルグッズが発売されることと、大手スーパーチェーンであるイオンで、オリジナルのランチョンマットがもらえるキャンペーンが実施される。 ことが決まった。さらに、公開5日前にあたる同年8月23日からは、JR 九州の熊本駅、阿蘇駅、三隅駅の緑の窓口及び切符売り場にて、記念切符を発売することと、同年11月1日まで、弱虫ペダルラッピングトレイを運行することが決まった。工業収入は4億7000万円。弱虫ペダルチーバくん。 千葉ペダル、弱虫ペダルと学ぶ自転車交通安全は千葉県とのコラボで自転車交通安全キャンペーンとして制作されたコラボアニメで2016年7月より全6話が順次配信された BS カッパーで2016年8月26日から同年10月7日まで放送されたテレビドラマ全7話主人公の坂道は 舞台版と同じく、小越勇気が務めるほか、舞台版のキャストが多く起用された。続編、弱虫ペダルシーズン2の制作が決定され、前後編の2部作として、前編は2017年8月18日21時より、前7話、後編は、同年11月から前6話の合計13話で放送された。 2013年9月30日から2014年7月7日まで、おっと泉にて配信されていた、ウェブラジオ番組。パーソナリティは、山下大輝、小野田坂道役、森久保翔太郎、牧島祐介役。各週月曜日更新。2014年9月15日から2015年9月14日まで、おっと泉にて配信されていた、ウェブラジオ番組。パーソナリティは、 山下大輝、小野田坂道役、森久保翔太郎、牧島祐介役、第1回から第16回まで、各週月曜日更新、第17回から第23回まで、月1回不定日更新。2016年12月26日から2017年7月10日まで、夫泉にて配信されていた、ウェブラジオ番組、パーソナリティは、山下大輝、小野田坂道役、 大栄翼、学みさんが契約。各週月曜日更新。2018年1月12日から7月26日まで、ニコニコ生放送にて配信された、ウェブラジオ番組。パーソナリティは、山下大輝、小野田坂道役。大栄翼、学みさんが契約。月一更新。これらの他に、アプリゲーム。 嫁これに2014年4月28日から、小野田坂道をはじめとするキャラクター10名分が追加された。いずれも平和、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。